朝早い時間帯では弱いながら雨降っていましたが、今だいぶ日差し届いてきましたね。そうですね、はい、この時間になりまして、関東の北部そして南部も、埼玉県、東京都、そして神奈川県とこのオレンジの晴れのリポートが多くなってきましたね。はい、でもこの後注意が必要なんですよね。はい、そうですね、はい、午後は天気の急変に注意が必要です、はい、こちらは今夜9時、21時の予想天気図です。低気圧が日本の東の方へと離れていきます。ただですね、こちら関東地方は北寄りの風と、そして西寄りの風ですね、こちらがちょうど風がぶつかるようなエリアに当たります。この風がぶつかることによって、雲が発生しやすい状況となるわけですけれども、午後は大気の状態も不安定になるんですね、こちらは今日の15時の大気の安定度の予想図になっていますけれども、このオレンジ色が大気の安定度の悪いエリアとなっています。こちら関東地方ありますけれども、特にこの西部のエリアを中心に大気の安定度が悪くなっていることが分かります。午後の時間は、大気の状態が不安定となりまして、あちらこちらでにわか雨そして雷の可能性があります。はい、で雨雲のシミュレーションで見ていきたいと思います。13時から見ていきますと、お昼過ぎの段階ではほとんど雨のところはありませんが、ただ時間がこう進むにつれてですね、夕方頃になってきますとあちらこちらでこう雨雲が発生する様子がわかります。はい、で今日の特徴としましては、こう北部そして南部問わずですね、関東の全域でこうにわか雨の可能性があるんですね。はい、そして雨の強さとしましても1時間にこう30ミリを超えてくるような激しい雨の降る恐れがあります。30ミリ超えてきますと、例えば道路冠水などの恐れもありますし、また雷を伴う恐れもありますので、午後の時間帯は天気 の急変ですね、注意をいただきたいと思います。はい、外出される際には雨具お持ちになってください。